pizza night. Super awesome. Fire to avoid horrors under the AO.皆さん、ザキッツナイトです。今日はちょっとホラスターは点検になやってるから、もっと説明のチャンスですから、ちょっと説明のと点検ながらのビデオを作ります。ホラスタージャックの説明ですね。最初にはジャックは今銃がちゃんと入ってるからこの辺で最初には銃を開けましょうか。とりあえず2つのピンを足すと、アッパーリシーバー別に行きましょうね。よし、ちょ、お任せーん。よし、ラベルチェック。大体ポータスターの感じはこっちの方ですぐ分かるので、ポータスターとこちらの方でジャックにも入っています。これガスのピストンとか中のタンクとかいろいろすぐに分かりやすいになります。ここには実際パソコン、FCU、コントロールユニットですね。じゃあ、それから開けましょうね。普通に戻ります。これはちょっと静かなビデオなので、最初にはこのグリップに取りましょう。これは、このホーズの輪だったら、そのままでこっちにしたのは、いくと、取ります。そのままで。これは後で必要かな。これは、点検の終わるからまた入れましょうか。中のネジにも取りますね。この辺はどこだったかな。そう。グリップの中は、AEG と同じネジがあります。そのままで大丈夫です。ホーズはだいたいこちらの方から出てます。次このマガジンのとか、これはもう前に取ったからちゃんと直すからはどうしましょうね。これどっちだったのか。よし、これを混ぜて取ります。ボタンとスプリングも取りましょうね。この中に見たらこっちのピンで動かないので、次はこのセレクタースイッチ、今の問題はセレクタースイッチですから、それを取りましょうね。どうやったかな。そう。
ボールベリングがよく入ってるんですけど、これを取る時にはすごく気をつけてくださいのは、まだボールベリングが行方不明ですから、新しいの買わなくちゃどこでも見つけられないから、そこの方でボールベリングはだいたいここに入れる意味がないけど、中にはこっちの方で入れると、まあまだ AEG と電源ガンと同じみたいですね。それから取れるかな、いやまだダメです、こっちのピンが移動しないとできないですね。そう、そのでパンチを使ったらサイズおかしい。これがいいか、パンチするとピンがすぐ見てきます。それから取れるかな、そうそうそう取れた、よし、これは大丈夫、OK、出た。あやっぱりダメでしょうね。まあ問題がよくあるですね。じゃあ長いネジ、これがちょっとカチしてるから、これをちょっとだけ開けたらケーブルを移動できます。全部の小さいパーツあるから気をつけてください。それからピンと、マイクロトリガーは今大丈夫そうですけど、もしかして開けるが必要ないかもしれないので、パソコンケーブルとホースはその方で入ってます。この中には小さいのトリガーボードがあります。そのトリガーボードはこちらの小さいスイッチからちょっと座ったらセミになって、これでフル音になります。最近はフル音が使ってなかったから確認しましょうね。これは入れるがすごく面倒。よし、セーフ。じゃあ1回なので確認しましょうか。タンクを静かにホースに入れましょうね。ホースはこちらの方で開けると OK。
バッテリーは入れてね。オプガス、これはタンクのガスは2000くらいですね。これを閉めてガスに入ります。これは今のプレッシャーは、あ、だいたい大丈夫ですね。プレッシャーはだいたい8時未満70くらいですね。75はちゃんと80くらいですね。じゃあちょっとテストにしましょうね。これは狭いになったらチェック。 OK と振る音すれば振る音もダメですね。なんとかな。つまり振る音がまだ使えないですね。つまりこのトリガーボードがちょっと動いてるみたいですから、今は使ってないそうです。これはリスト、とりあえずまだ安全にしましょう。ガスを取ってと電池を取ります。銃がまた安全になりました。じゃあ問題がやっぱり分かるですね。トリガーボードがちゃんとミニ、トリガーボードがよくミニトリガーが座ってないから、開けてないと直せないですね。これはだいたいセーフまで、よい、こっちに入れようか。じゃあ一番甘さいのやつがまたやりましょうね。中の開けましょうですね。今の入ってるの設定は1秒15玉、つまり1分は900玉ですね。それは M4 のちょっと多いの方ですね。1秒は10玉から15玉はパッチリの本物の設定ですから、それが好き。でもこれは1秒は45玉以上できるですね。じゃあどこにまだタッチですか。よし、開けるとちょっと見てください。見えますか。こちらのジャックが入ってると、これはガスピストンとガス入れるのホースはこっちですね。これはシートから出かけます。これはちょっと後ろの方で出てます。これはトリガーボードですね。今トリガーを取ると、あー、ネジがやっぱりちょっと開いてるからトリガーボードがよく使ってないですね。もうち
ょっと知ったかな。あ、そう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 、これはやっぱり問題でした。トリガーボードがもうちゃんと入ってるから使えるは問題ないになります。トリガーボードからここには小さいボタンがあります。やっぱり見ないと分かりづらいですね。これにはすごく小さいのボタンがあるから、トリガーはそれを押すと、これからメッセージから小さいパソコンからノーマルスピードと後ろの方でマイクロトリガーで何の設定とフルオートとかが分かるから、それからガスはホースに入れてジャックまで、それからピストンがタタタタタンするだから、それはつまりポラスタージャックです。普通のギアバックスより使いやすいですね。じゃあでもリセットがやっぱりめんどくさいな。それを入れて一番ハマさんのはやっぱりトリガーですね。それと本州に住んでるの方は甘さがもしわからないと、甘さはつまり沖縄方言のめんどくさいなーの意味ですねもし沖縄は騒ぎのため来れば怒ってください。ああこれが入れてないと全然トリガー使えなくなる。これが一番第一のピンチのパニックですね。これはこっちに入って、こっちに入って、よし、よし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 、トリガーも押すと設定全部大丈夫になれば、これでセットしましょうか。一発。ちょっと一発。これでピンチチェックしないといけないですね。よし、ちゃんと全部が入ったからすぐネジ締めないとすごく問題になりますよ。今全部が OK からまたチェックしないと、せっかくに戻すとちょっと大変ですね。でもう一回バッテリーに捕まってガスをもう一回しようか。OK、それとチェックしましょうね。セミとフルオート、問題なし、よかったですね。リセット、完全に取る。よし、これも取って、とバッテリーをもう一回消しましょう。それから。リセットするともう問題ないはず。でもまたチェックが、まあ、
ージセット問題だし、パソコンをちょっと入れましょうね、安全のため。よいしょ。次はピン、ピンでしょうね。このやつですね。入れるかな。全然問題なし。ちゃんと入れました。次は。マガジンリリース入れて、曲のお金にスプリングとボタン、ボタンがちゃんと入れるから、逆の方で入れましょう。これはセット OK です。次はセレクター。あ、今まだボールベリングがないから、ここまでですね。よし、問題だ。曲の方でも入れましょうね。これがあまり使えない。ちょっと使いづらいから、この右の方が使えてないですね。これもセミオートもできますね。ジャック。まあ、だいたいかっこいいですね。よし、じゃあここから、次はグリップしようか。入れて、次の感じですね。あれ？ストップ。ストップ。よし。HP のサバイの人生、ちょっとそれですね。よし。もうそろそろ本物の銃みたいですね。じゃあ次は、どっちがいいかな。これはどうつくのか。よし、これで OK。
か必要パーツが入ってる。まだこっちのマガジンリリースとこのボルト価値がまだ入れてないけど、そのままで大丈夫ですね。このピンを、よし、このガスがまだ入ってないから開けろと、このピンも開けると、このアッパーに入れましょうね。じゃあこれの方でもう一つのチェックが必要から、こっちのピストンがちゃんと前に見てるがわからないですから、ベルルの中に珍しいね、見ないとわからないですね。だいたいカンプラで使ったら、使ったらライトに入れると見えますか。カメラで見づらいですけど、ここはチェックすると、ちゃんとガスとダマ入ってない、チェックしようと、ちゃんと前ですね。じゃあ問題ありません。それから銃の残り見ましょうと、問題ないはずですね。とりあえずストック、スリングリセットと、もう一回電池が入れるか、電池をまた入れると使って、ガスも使ってと、もう最後のチェックですね。それからちょっと忘れたから今直してました。こっちのピンを気をつけないと、そのパソコンのケーブルが中から取ると使えないになる。でも今はちゃんとやり直したと、今狭いの設定と、とフル音の設定から問題なし。ついに終わったですね。最後にはバッチトックとかいろいろやり直すと、それはつまりポラスタージャックです。まあ入れるのはあまり時間かからないけど、気をつけないのことが多いですから、それやると問題なし。よし、じゃあ今日のビデオは終わります。それは大体の次のは銃をちゃんとゲームに使いましょうね。お疲れ様です。